小伊万里通りのおひな様。商店街を中心に伊万里に眠るおひな様を店舗に飾り、かつて伊万里焼の積み出し港として栄えた小伊万里文化を感じてもらい、街中の活性化につなげようと去年から開催しています。小伊万里通りおひな様実行委員会、吉富清美と申します。昨年は伊万里で初めての小伊万里通りのおひな様を開催いたしましたおり、商店街商工会議所女性会の皆様をはじめ、地元の方たくさんの方にご協力をいただきましてありがとうございました。おかげさまで期間中、市内はもとより市街地県街地からも予想以上の来場があり、本当に感謝いたしました。今年は残念ながらコロナ影響で規模を縮小して行うことになりました。もともとおひな祭りは桃の節句とも言われ、邪気を払い厄を落とす行事だったものが、江戸時代の頃より女の子の健やかな成長と幸せを願うようになったものです。おひな様の展示も中町観音通りから伊水通りまで広げております。コロナが一日も早く収束することを願い、感染防止対策をしっかりと配慮して、私たち商店街はできる限りのおもてなしでお待ちしております。3月14日までぜひ楽しんでいただきたいと思います。イベントは小伊万里通りを中心に、今年は中町観音通りと伊水通りの店舗も協力。通りの長さは去年の2倍のおよそ400メートル。おひな様展示がある会場は8カ所です。メインは伊万里町中一番館、一番館前特別会場、伊予屋、岩宮呉服店の4会場です。3月14日までの期間中、多種多様なおひな様を楽しむことができます。また期間中は手作り雑貨が作れるワークショップや飲食店の期間限定グルメも味わえます。この車どうしたの？自分で買ったの。新金の自動車ローン。新金の自動車ローン、新車中古車の購入もローンの借り換えもインターネットで簡単仮審査。あなたのカーライフをサポートします。小伊万里通りに来ています。今日は小伊万里通りのおひな様初日、その模様をリポートしていきますよ。小伊万里通りのおひな様事務局として奮闘していらっしゃるある方をゲストにお迎えしています。どうぞ。小伊万里通りのおひな様事務局の早田文明さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。一言お願いします。はい、今日からですね、小伊万里通りのおひな様が、開催することになりました。朝からですね、天気が良くて、たくさんの方に来ていただいております。今日から約1ヶ月間、開催いたしますので、どうぞたくさん、来ていただければと思っております。よろしくお願いいたします。コロナ禍での開催とはなりますが、去年よりさらにパワーアップした小伊万里通りのおひな様、その魅力を余すとこなくお伝えしていきます。一番館は2階にあるんですね。そうですね、2階の方でいろんな飾ってあります。はい、こちら、わあ、なんて美しいんだ。わあ、ワクワクしてきますね。そうですね、わあ、綺麗。空間コーディネートをですね、ある実行委員会のメンバーの方がしていただきまして、久保田さんという方が本当全部手作りなんですよ。ツールとかもですね、画用紙とか包書とかを作る、もう全部一個一個細かいところですね、作られておられます。みんなが思わず撮りたくなるような空間ですね。そうですね、インスタスポットとしてここに座っていただいて写真を撮ると、写真撮ってください。ちゃんと撮っていただくのもいいですね。はい、2階の空間自体は黒と白のモダンな感じなんですけど、また和の要素が加わって本当に素敵な空間ですね。そうですね、
これはですね、小井まり酒造さんってあの、ね、練りの作り手にあるんですけども、そこが、所有されていまして、屏風ですね、非常にあの江戸時代の多分屏風だと思います。そして打ち掛けがまた赤の鮮やかな綺麗な色で、お雛様を連想させるような美しさですよね。そうですね。このテーブルゾーンなんですけれども、綾田さん、はい、空間作りのプロですね、久保田さん。そうですね、これ帯なんですよね。でそれとお雛様人形を飾っていただいて、本当こうなんか空間コーディネーターのプロみたいですね。本当ですね、見ているだけで華やかな気分になりますよね。立派な美術館に来たかのような気分になります。もともとですね、小井まり酒造さんは商店街の中で明治42年まで呉服屋さんをされてたんですね。名護京屋っていう京都の京に屋根の屋、京屋さんで、場所はですね、今八亀さんっていうそこがでやられてたと。で明治42年に、まあ、造り酒屋の方に、転業されて練りの方に行かれたということで、箱にですね入っているのがですね、引っ越しするときに出てきたお姫様、まあね、が、お嫁に行くときにお嫁入り道具として持っていくものだということなので、鍋島藩となんか前田家となんかおつながりがあったんじゃないだろうかというふうにですね、お聞きしております。手のひらに乗るぐらいの小さな貝に繊細なデザインが描かれていて、ストーリー性もそれぞれありますよね。そうですね、源氏物語のような絵柄とかですね、いろんなものがありますね。そして奥の方は羽子板。羽子板ですね、商店街の中の路地屋さんっていうあの喫茶店ですね。でそこがあの持ってらっしゃったのでですけども、大正の初めぐらいから、家具屋さんをされてたんですね。武蔵屋さんっていう武蔵の国の武蔵と、先ほど京屋さん武蔵屋さんでしょ、でいろんな岩見屋さんに伊予屋さんに、何かこう感じません？国の名前がですね、結構屋号として残ってるんですね。昔の伊万里の、積み出し港だった、その全国とつながってたっていうのをですね、こう垣間見られるような屋号が残ってる。商店街の方々はそんなご縁があるとは。そうですね、まあ、そういったものをこう感じていただければいいなというふうに思っております。綾田さん、小井まり通りのお雛様、ある特典があるんですよね。そうなんですよ、あるアプリをですね、はい、スマホに入れて見せるだけでもらえるっていう企画がございまして。お、それは何でしょう。一つがですね、佐賀とこっていう、ウォーキングアプリ。佐賀県公式のアプリですね。そうです、それを入れてあるっていうのを見せるだけで、伊万里農林高校さんが作ったクッキーがもらえるんですね。農林生のクッキーが、これなんですよ、手作りクッキー、梅クッキー、梅クッキーで梅の形してまして、もう一つはココアっていうコロナ感染防止アプリを見せるだけで、ココアもらえる。ココアを見せてココア、ココアかけましたね。そうですね、2つのアプリを同時に見せてもいいんですか。そうですね、もうここで自由にですね、飲んでいただいて、結構ココアって免疫力も高まるらしくて。なるほど。で歩いて健康なので、今回の少し隠れテーマとかありまして、お雛様ってもともと邪気払いっていうね、あれもあるので、だからもう見に来て、まあ、コロナをちょっとこうやっつけようという裏テーマがあります。サバトコ、そしてココア、この2つのアプリも駆使して、ぜひ小井まり通りのお雛様楽しんでいただきたいですね。はい、さて早田さん、お持ちになっているこの上り旗は、はい、これですね、キーワードラリーというのをこの期間中やってまして、で隠れたキーワードをこう探して、でこの紙にですね、集めて書いていただくと、ある言葉が集まりますので、それを一番感じ出してもらうと何かもらえると。今胸につけていただいてます小ひなちゃんグッズをですね、漏れなくプレゼントと。7箇所巡って歩いて楽しんで、さらには小ひなちゃんグッズまでゲットして、小井まり通りのお雛様もう一回楽しんでほしいですよね。そうですね。新金のカードローンキャッスルはウェブでカードの申し込み OK。
私の町の信金カードローンキャッスル。お借り入れには審査が必要です。さて次の会場ですけれども、はい、もう一番館からすぐそばですね。そうですね、すぐ目の前で。ちょっと空き店舗をちょっとお借りしまして、はい、ここに市民の方からちょっとこう飾ってお預かりしている部分をですね飾っております。なるほど、では入ってみましょう。普段は空き店舗なんですね。そうですね、空き店舗ですね。わあ、いろいろとありますけども、陶磁器の伊万里焼のお姫様ですか、はい、でも大河内山でもですね今同じ期間で開催されてますけど、ちょっとお借りしまして、ぜひ磁器美男を出してくださいということで、はたまんさんからですねお借りしております。昭和の作品はい、作られた作品なのが多いですよね、はい、そうですね、そんなに古いものではないんですが、市民の方がですね、こんなことにしますということで、もう心よくですねうちのも出していいよということでですね、飾ったものですね。これは市内のですね薬局の娘さんのものということで、でも40年ぶりぐらいにですね、もう箱から出したということで言われてました。普段は眠っているお雛様が今こうして飾られてて、そうですね、みんなに見てもらえてるということですね。そしてこの真ん中のテーブルはですね、はい、すごいなんとなくこう古めかしい感じの趣がある空間ですけども、先ほど一番館で箱板を出せしていただいた路地絵さんで箱びなって呼ばれてるそうです、結構珍しいですよね。珍しいですね。で江戸時代とか明治時代とかですね、非常に古いものが飾ってあります。ここに結構イケメンのですね、はい、かっこいいお代理様だったし、こちらもお洋服が他と違って美しくて綺麗ですね。そうですね、このお雛様はですね決め込み人形って呼ばれてるそうでして、で手作りで生地をこう着せていくっていう風なものだしです。これも市民の方からのご提供なんですけど、お話聞いてみるとですね、長女さんが生まれた時に、まず作って何台か作って、でその後まただんだん次女の方が生まれた時にこう増やしていったということでですね、そのお母様の親御様が子供さんを思う気持ちがですねなんか伝わってきますね。小稲荷通りのおひな様のワークショップの一つ、消しゴムハンコ春のタペストリー作りに挑戦します。講師は消しゴムハンコクリエイターの野田博美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、消しゴムハンコで、吊るしビナをイメージしたタペストリーを作るワークショップになってます。鶴亀っていうおめでたいモチーフや梅とか桜っていう春っぽいモチーフを、私が消しゴムハンコで36種類の飾りを彫ってるので、それを布に押していただいてタペストリーを作っていただきます。消しゴムなんですね。すべて繊細に彫ってあって色鮮やかで、消しゴムの可能性を感じます。野田さん素敵ですね。このハンコを使ってどのような作品ができるんですか。この状態まで輪郭などを私がハンコを押しているので、例えばフクロウだったらこれに色のハンコを押してカラーにしていただくという作業です。吊るしビナの飾り一つ一つに昔から伝わる意味が込められています。それも皆様にお伝えしながら作っていこうと思ってます。なるほど、勉強にもなりますね、はい、今回はハマグリとニワトリのモチーフのハンコをしていきます。ハマグリにはどのような意味がありますか。二枚貝は他の貝とは一致しないっていう意味から、いい人に巡り合って一生添い遂げられるようにっていう意味が込められてます。でインクをつけていくんですが、こうポンポンポンとブチューじゃなくてまぶす感じで、上の角と角が合うようにポンとギュー、綺麗につきますように。野田さん、これぐらいで大丈夫でしょうか。はい、大丈夫と思います。では外してみます。オープン。あ、綺麗はまってます。収まりました。続いて鮮やかな黄色を重ね付けしていきますよ。お、これ難しい。ここら辺か。お、あ、綺麗。はまったら気持ちいいですね。
鶏の意味を教えてください。はい、鶏、はい、はあのコケコッコで一日の始まりである朝を招くということから縁起がいいっていうのと、需要がある卵を産むってことで長寿や健康を願ってっていう意味もあるそうです。鶏の羽の部分をしていきます。ほんとよいしょよいしょ、ギュッギュッギュッと気持ちを込めて、どうだ、あ、ちょっとずれた味ってことで続いて鶏のトサカや羽部分ですけど、この3点を合わせるっていうのが非常に難しそうです。どうだ、すごい、あ、ずいぶん鶏らしくなりましたよね、はい、いや本当消しゴムって文字を消すだけじゃなくて新しい可能性というか価値もあって面白いなって改めて思いました。よかったです。ワークショップはハンコをすべて押すじっくりコースと、輪郭などが押してある状態から色をつけるお手軽コースの2つがあります。出来上がったタペストリーをご自宅で飾って春らしさを感じてみてはいかがでしょうか。2月28日日曜日、街中一番館の1階で10時から4時までこのワークショップをしています。予約は街中一番館までお願いします。当日来ていただいても時間が許す方にはしていただけるように用意はしておきますのでよろしくお願いします。ぜひご参加ください。ワークショップは他にも、3月14日にはいよやによる古布で作る糸巻きと梅花のタペストリー作り体験があります。糸巻きをモチーフにした可愛らしいデザインのミニ額を作ります。この車どうしたの？自分で買ったの。新金の自動車ローン。新金の自動車ローン、新車・中古車の購入もローンの借り換えもインターネットで簡単仮審査。あなたのカーライフをサポートします。メイン会場の一つ、いよやさんに来ています。いよやさんの中島由子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよやさんといえば手作りの作品、はい、普段もこうして並んでいますけれども、はい、このおひなさま期間中も特別に、はいはい、されてるんですよね。はい、そうです。毎年おひなさまはこの期間に楽しんでます。すべてだいたい古布、古い着物で作ったものばかりですね。4人で作ってますので、それぞれ の特徴のあるおひなさんを並べてます。こちらのおひなさま飾りはどのような作品ですか？はい、オーソドックスな着物、お袖がついたおひなさまで、このおひなさまの特徴は髪の毛、髪がお人形用の髪ではありますけど、この作者は元美容師さんなので、もうこの人しかつけられないような立派な髪です。そしてまた古布も重ね重ね、はい、美しいですね、はい、やっぱり美容師さんだけあって、この打ち合わせ襟元ですね、綺麗です。このミニチュアのお寿司、はい、これはまた別 の, 4人のうちの別の一人なんですけど、ちっちゃいもの作るのが得意で、で綺麗にかっちり作る方で、見るだけでも楽しく、お腹も空いてくるような可愛らしい作品ですね。続いてご紹介していただくのはこちらのタペストリーです。中島さんが、はい、これは私のですね、技法は教えっていう技法で、チクチク塗ってはいないんですが貼り付けて作るもの、昔からの技法ですね。帯の上に乗せてます。ピンクの帯がちょうどあったので、なんか春っぽい、おひなさまっぽいかなと思って、これ全部ちりめんで昔のね、綺麗です。もうこれお部屋に飾るだけでパッと華やぐような、そうですね、季節感はね味わえますね。いよやに飾ってあるおひなさまは、こいまり通りのおひなさまの期間中ずっと飾っておりますので、ぜひお立ち寄りください。全部手作りですので楽しんでいただけると思います。よろしくお願いします。今
まり町中一番館1階のポポカフェにやってきました。ほっと一息ということで、こいまり通りのおひなさま期間限定グルメがいろいろとあるんですよね、田さん、ね、はい、楽しみです、ね、そんな中でもポポカフェさんは桜わらび餅を出されているそうなんです。こちらをいただきます。はい、お待たせしました。こちらが桜わらび餅ですね。どうぞ。ありがとうございます。春らしいイメージですけども、どんな特徴がありますか？こちらはですね、当店でもですね3代続くおじいちゃんから習ったわらび餅って人気商品があるんですけど、そちらのわらび餅をアレンジしまして、お餅の中に桜の葉をですね刻んで、練り込んでありまして、中のこしあんも自家製で、伊万里の浪裏の塩をですねちょっと効かせて塩味のあるあんことなっておりますので、ちょうど春らしい味わいになっていると思います。ではこちらコロンとして可愛らしいですけども、早速いただきます。はい、いただきます。刺した瞬間のムニュッとした感じ、はい、柔らかいですよね。柔らかいですよ、はい、一口でちゃう、はい、普通のわらび餅と違って、うん、柔らかさがですね、うん、水分量かなり多くして、うん、口の中でちょっと溶けるような、うん、もう柔らかいお餅になってます。美味しい。ありがとうございます。もう一口いっちゃいました。あんこが口どけが良くてまろやかなんですよ。で、お塩が甘みをさらに引き立ててますね。ポポカフェの営業は水、木、金曜日の午後3時から6時。桜わらび餅はイートインのみの販売となっています。期間限定グルメは他にも、ロジエのおひなさまパフェや、伊万里栗酒坊彩花からは春の食材を使った和フレンチひなランチコースが2コース用意されています。また漬物や八亀ではひな寿司ランチ、エトワール堀江では和生でおひなさまと題し、おひなさまスイーツが味わえます。どの店も3月14日までの期間限定です。春を感じられるおひなさまグルメ、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。岩宮呉服店では4世代のおひなさまを飾っております。その初代のおひなさまがここウィンドウの中に入っておりますけれども、約100年ぐらい前ですね、昭和の初期になりますけれども、ここの長女さんが生まれた時に京都のお人形が取り寄せまして飾られたものです。御殿雛と申しまして、御殿の中におひなさまを入っておりまして、おひなさまがとっても小さいんですけれども、精密に作られたものです。こちらのおひなさまは2代目で、私の生まれた時のもので御殿雛と呼ばれているものに作られております。今70年ぐらいになりますね。で、御殿雛なのでお雛様も小さなお雛様になって御殿の中に入れて飾られております。こちらのお雛様は3代目で、私の娘が長女が生まれました時に私の実家の方から送っていただきましたお雛様 で七段重ねと言いまして、段飾りになっておりますね。4代目は昭和10年20年前のおひなさまになりますけれども、この頃になりますと段飾りの7段とかいうのが大変な時代なので、飾りやすいものということでですね、両雛のおひなさまに変わってきております。作りは木目込み人形で、京都の作られたものですね。親は子どもの成長と幸せを願ってお雛様を贈るものなんですね。70年経ってこのお雛様を飾ってて、私は両親を思い出しまして、親っていつまでもやっぱり子どもの幸せと成長を願っていることだなと思って、なんか胸を熱くしてお雛様を飾りました。
今回はウィンドの中にお雛様を飾ってみましたので、ぜひ通りの中でご覧になっていただきたいと思います。さて、ここまで小井まり通りのお雛様の様子をお伝えしてきました。イベントは3月14日までということです。早田さん、一言 PR をお願いします。はい、今回ですね、開催されるかどうかちょっといろいろ迷いましたけども、なんとかですね、コロナをもう負けないように、頑張って、開催したいと思っておりますし、去年と比べましていろんな商店街の人たちが協力していただきまして、うちも飾っていいよっていうようなところたくさんあります。なので去年よりもですね、倍増しておりますので、ぜひたくさんの方に来ていただきまして、さっき のプレゼントもたくさんありますし、また縁起のいいスポットもですね、いろんな橋の巡りとかもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ見学していただいて、パワーをですね、感じて、またコロナに負けないように、皆さん頑張っていきましょう。小井まり通りのお雛様、皆さんぜひ足を運びください。お待ちしてます。